皆さんは SHEIN の商品を持っていますか？結構やっぱ安いのでいろんなやつ買って試せるんでいいかな。ネイルチップとかも安くて24ピースで167円。これ SHEIN ですね。このスマホケースが SHEIN で買って、これもう200円しないぐらいですね。これ新進気鋭のグローバルファッションブランド SHEIN、 販売はウェブサイトかアプリのみですが、今や150の国と地域でサービスを提供。非上場のため売上高を公表していませんが、一説にはユニクロを超える2兆8000億円とも言われています。そして昨日、オープン30分前なんですが、お店の前にはすでにたくさんの人が並んでいます。東京原宿に日本初となる常設のショールームがオープン。先頭にいた学生たちは、日付変わった2時ぐらいですかね。それでは SHEIN東京オープンいたします。 SHEIN の世界観をぜひお楽しみください。この日訪れた人は1日でおよそ4000人。とにかく安さが売りの SHEIN、 秋冬のジャケットは2740円、アクセサリーはなんと77円という価格設定です。もうびっくりです。お手頃価格でやっぱ買いやすいです。常設といっても店内の商品は購入後に持ち帰ることはできません。こちらの店舗では商品についている QR コードをスマホで読み込むと EC サイトで購入することができます。 SHEIN は一つの商品について100点程度しか販売せず、 AI 人工知能を活用し他社のサイトや SNS などから売れ行きを分析、それらの結果をもとに追加で製造します。大きくポイントは3つあって、1つ目が少量生産であること、2つ目が生産量を最適化していること、そして3つ目が企画から発売までの期間を超短期化していること。商品の企画から発売まではわずか 2、3週間、毎日数千点が新商品として出品されています。また宣伝方法にも特徴が。TikTok とか YouTube とかそういうのですね。 SNS を巧みに利用していると経済ジャーナリストの浦上氏は指摘します。インフルエンサーをうまく活用している、洋服を無料で提供して口コミでオンラインとオフラインで広げていくようなやり方が非常に特徴的だと言われています。突然現れたファストファッションの新星、どこの国の企業が運営しているのでしょうか。街で聞いてみると、どこの国、あ、知らないです。フィンランドです。イギリス、中国、ね、ホームページを見ると会社の所在地はシンガポールとなっていますが、海外メディアは中国の謎のファッションアプリ、中国の謎のファストファッション企業、中国発の企業だと報じています。実際昨日オープンしたショールームには中国の国営中央テレビの記者の姿もありました。ではお膝元であり世界のビッグマーケットでもある中国での知名度はというと、不太清楚。您之前有没有听说过呢？没有。在国外挺流行的。没有。您听说过这个跨境电商 SHEIN 吗？没有。它是一家我们中国的企业。没听过。日本では中国発の企業とあまり知られていない。中国ではそもそも知られていない。一体なぜなのでしょうか。もともとは2008年に中国の南京で創業された企業です。中国内では
消費者向けのビジネス展開せずに、まあ、北米に振り切って北米で成長してきた。メイドインチャイナっていうのにまだまだいいイメージってないですよね。あえて出したくないってことはあると思うんです。製造拠点を中国に集約することで低価格を実現しているというシーイン。猛烈なペースで新作を発表する中で有名ブランドの模倣品トラブルも報じられています。さらにシーインに商品を供給する工場に潜入取材したイギリスのテレビ局は、低賃金での長時間労働やミスをした労働者が多額の罰金を求められているなどと報道。シーインは先ほど私たちの取材に対し、労働者に公正な賃金が支払われることを保証しているとして報道を一部否定した上で、2カ所のサプライヤー施設で許容できない労働条件が存在したという主張について調査を開始したと明らかにしました。非上場で公開情報も少ないシーイン。今後の課題は、今後米国との関係とか、あるいは上場にあたっててやっぱコンプライアンスとかものすごく厳しく問われるようになるんで、労働環境が悪いんじゃないか、あとはまあ大量生産で環境に配慮していないんじゃないかって、これは今もうすでに言われている批判で、シーインはそれに対して答えていかないといけない。ニュースディグ。